皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。本日はミニ四駆研究のローラーベースについての動画を撮らせていただきました。今回の、使用するローラーベースは 122mm、128mm、140mm と3つのローラーベースでタイムを計測して、どのローラーベースが一番速いのかっていうのを、やっていきたいと思います。ということでですね、まず計測するにあたって、まずマシンの紹介からさせていただこうかなと思います。マシンは MA シャーシで、タイヤは前回の動画で、計測させていただきましたハーフタイヤを使用します。フロントがスーパーハード、リアがハード。使用するローラーは全て 19mm で、スラダンやピボットの搭載はありません。でこの状態でマシンがコース内を走って、どれが一番タイムが速いかのみを計測します。ですのでマシンの安定性、そして姿勢等は今回考慮しないこととします。でスラストの角度も一定で、スラストの変動とかはなしということになります。ですので、今回は速いタイムが出るローラーベースのみを考慮するということで、動画を見ていただければなと思います。それでは参りましょう。どうぞ。こちらが今回使用するマシンとなっております。前後ともにブレーキはなしで、そしてモーターは今回購入したレブチューン、新品ですね、新品のレブチューンで、あとはもう引っかかり防止指定など基本的なマシンとなっております。ということでまずは 140mm のローラーベース、一番後ろの取り付け穴につけて、かなり長いローラーベースになってます。ということでこの 140mm のねローラーベースが一体どういった走りを見せてくれるのかってとこなんですけれども、今回モーターもですね、ちょっとあの測定方法を変えておりまして、モーターはもちろんハケポンのレブチューンなんですけれども、10回ほどしっかりとね走行させてから計測といったような形になります。10回走らせて、でそこから、今回ね2回ずつ走らせていこうかなと思います。さあしっかり乾燥することができるか。やっぱりねちょっと押すとなんかこうもっさりしてる感はありますね、コーナーで減速というか。さあどうだ、タイムは33.71。 さあ2走目、今回ね言い忘れておりましたが、電圧に関しましては全て 1.50、 そして同じ電池を使用してます。さあ1回目に比べるとやはりちょっとモーターが温まったのか、少し、ペースがね速くなってるような気もします。さあウェーブを越えて、やっぱちょっとコーナーの抜けが遅いかな。コーナーに入るちょっと減速して、またストレートで、伸び直してるような感じにも見えます。さあウェーブを越えて、さあファイナルラップ、大外のコーナーどうだ。やっぱりコーナーでねなんかグワグワってなってるような感じはありますよね。さあウェーブゴール、さあ1秒近く縮まって 32.98 ですね。はい、ということで続きまして 128mm ですね。 128mm だと割と使ってる方いるんじゃないかなと思われます。大体ですけれども、僕のホエールも大体 128mm ぐらい、それよりちょっと短いかなっていうぐらいなんですが、非常に使いやすいと。それでは参りましょう。 128mm ですね。スタートして若干ウェーブでマシンが横に動く、カタカタっていう感じがなんかちょっと大きくなったような気はします。さあ2周目ですね。目視ではねやっぱ少しコーナーのキレが上がったのか、マシン自体は速く走ってるような気がするんですが、どうでしょうか。さあファイナルアップ、綺麗に収まってますね。これでタイムが出るかどうかなんですけれども、さあ帰ってきてゴール。タイムがなんと遅いんですね、 33.21。 1回目は不本意な感じに終わってしまったが、2回目どうだ。ちょっと2段山のバランスがやっぱり140に比べて少し悪いのか、やっぱりちょっとねバランスが崩れることによって落ちるタイムみたいなのはあるんでしょうけれども、今回はなんか無理やり入ってる感じはありますね。さあここもしっかり入って、サファイナラップ、これは割と早いんじゃないんでしょうか。さあファイナラップ、レーンチェンジも入ればなんですけども、しっかり入って戻ってくる。さあタイム、おお来た、本日の最速タイム出ましたね、 32.6。 本日の極論 122mm になります。これもうローラーとタイヤ被ってますからね、横に出してないとローラーとタイヤが当たっちゃいます。シロッコのホエールよりもかなり短い感じになってまして、この短さがどう生きるのか、そしてどういう悪さをするのかっていうのを見ていきたいと思います。ということでいよいよ 122mm のスタートです。さあかなりやっぱりそのウェーブについてはやっぱり振られるようになってきた感覚はあるんですけれども、
純粋になんかちょっと早くなってるような気はします。さあここでちょっと大きなロスがありましたが、なんとなくコースの中に復帰してたのでそのまま取ります。さあちょっと安定性落ちてきたか。ただコーナーはやっぱ早いですよ。かなり変わってきてます。さあレーンチェンジを超えて帰ってきた時のタイムが楽しみなんですけれども、どうだ。さあ 32.64。今回はね、スラストとかのセッティング変更は禁止ということで、くさー。いや一応結果は出ましたけれども、もうなんか全ての結果っていうか全てのね、いいところ悪いところ出し尽くしたんじゃないかなといったような感じですね。まあ、例えばローラーベースを長くするとジャンプとかああいったところでは安定性を持つことはできるんですけれども、まあ、コーナーが全体的に遅くなってしまう。ただ逆に詰めすぎると今度ジャンプの姿勢が悪くなって、コース内への収まりがすごく悪くなるといったような現象がかなりよく見られました。でそしてレーンチェンジもですね、少し入りが悪くなったりだとか、まあ、そういった部分でローラーベースってかなり大きいんだなと本当に思わせられる、今回は自分自身にも勉強になった回だったんじゃないかなと思います。でやってることはすごくシンプルなんですよ。ローラーベースをこう前後に動かす、自分で作るときにローラーベースっていうのはどこにこう合わせて作っていくのかみたいな、まあ、やってることはすごくシンプルなんですけども、それを前後に動かすだけでかなりなんか変わってきちゃう。タイムも変わるし安定性も変わる。だって一番上から一番下まで行けばもう1秒以上違いますから、そこでタイムを稼ぐのか安定性を取りに行くのかっていうのは、これは5レーンでも使えるんじゃないかなと思います。まあ、3レーンほどコーナーはありませんから、逆にそのジャンプ一発の姿勢をまっすぐ飛ばすためにローラーベースを少し後ろに引っ張るだとか、そういったものがねやっぱり今後はやっぱ考えていかなきゃいけないんだなと改めて思わされました。で逆にレーンチェンジが今入らない人とかもね、あのローラーベースちょっと広めに取ると入りやすくなったりだとか、逆にレーンチェンジは余裕すぎるからコーナー速度上げたいよっていう人は詰めてみたりだとか、そういったね結果が今回はね出て本当に嬉しいなと思います。一番ねやっぱ短くすれば速くなるんですけども、安定性がどんどん削がれていく、長くすれば長くするほど安定性はもっと出てくるんですけれども、コーナーの速度がどんどん遅くなっていくといったような感じでした。まあストレートに関しましてはね、多分違いはなかったんじゃないかなと思うんですけれども、一体メカンでどのくらい違うのかっていうのも一度ねスローでちょっと見ていただこうかなと思います。さああえて140ミリだけちょっと早めにスタートさせております。ちょっと140ミリが先行してどこで128と122ミリが追いつくのかっていうのをね見ていただけると、今回ねこれを一時停止しながら見るとすごい楽しいんじゃないかな。まだ先頭は140ミリですよ。さあただちょっとずつ迫ってきてますね。レーンチェンジを超えてここ下ってコーナーコーナーコーナーでジャンプして出てくるんですよ。ここでもう3台並んでるんですよ。で次のコーナーにはもう抜いてるっていうね、これであのローラーベースによるそのコーナーの速さ的なのがやっぱりここで立証されるのではないでしょうか。さあここでバランスを崩して遅れを取って122ミリなんですけれども、今現在128ミリを追いかける形になってるんですよね。かなり追いかけて、ちょっとねさっき2周目のバランスを崩した部分はあるんですけれども、またこの内側のぐるぐるでほら並ぶんですよ。下ってからのコーナー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 で一気に追いついて、このバーンクでまたさらにこうひっついてくる感じですね。真ん中のレーンでのそのバタつきがここで一気に解消されて、まだちょっと届いてないかと、あとほんとストレート1枚ないな、ストレート半分ぐらいなんですけども、ここのぐるぐるでまたもう本当にややこっちの方が出てんじゃないかっていうぐらい、でね差は縮めてくるんですが、ここでゴールしてタイムがこの通り
到着ということになります。皆さんいかがだったでしょうか。ローラーベースのみであそこまで変わるかっていうのがやっぱりちょっと正直な印象です。やっぱりコーナーで遅れを取る分、コーナーでの速度が落ちる分、その後のストレートでも同じモーター同じ電池ですから、単純にトップスピードが落ちてしまってだんだん差が開いてくるということで、122mm と 128mm っていうのも真ん中のバタつきでかなり差がついた128と122だったんですけども、最終的には同着まで持ってこられるということは、もうローラーベースっていうのは短ければ短いほど速いということになると思います。ですが、安定性に関しまして、全てのバランスを考えると128、やっぱあそこら辺が使いやすいのではないかなという結論に至りまして、今後チェック用のね MA マシンは 128mm で調整していこうかなと思いますので、次の動画もぜひ楽しみにしておいてください。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。